今日のメインディッシュのゲストは、ことジャーナリストの安田夏樹さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、えー、っと、前にも、お越しいただいたんですが。はい。えー、あれは。 昨年の夏前ぐらいでしたかね全く別のテーマでお邪魔しましたけれどもその時は私の父親のルーツが在日コリアンだったというそれこそ今日のね2時台のお話に通じますけれどもそんなお話をさせてもらって以来ですね今年になって初めてなので今年もよろしくお願いいたします。今回はヨルダン 西地区ヨルダン川西岸ですね、今、大変ガザではとんでもないことが起こってますけど、うんはい、西岸はこっちから見たらまだ穏やかなんじゃないかなというふうに見えてるんですけどまあ今日はそうでもないというお話を、はい、はいしてくださるそうです、はいえー。ヨルダン川西岸には12月の18日から1月の5日までいらっしゃいました。 その後は1月の19日にはノトにもお入りになっていらっしゃいます。まあ、後半ではノホの,のお話もできればなというふうに思っております。うん、えまず、はい、この西岸地区ですけど、はい、まここはなんかガザに比べて。 まあまあ、みたいなふうに伝え聞いておりますが、現場はどうなっておりますか。そうですね。このヨルダン川西岸地区っていうこう名前自体、あまりこうなじみがない方も多いんじゃないかなっていうふうに思うんですけれど。うん、よく最近のこう報道ですと、パレスチナ自治区っていうふうにこう示されるところが、二箇所に分かれていると思うんですよね。はいはい、地図上で、一、うん、つはガザ地区、うん、でもう一つはヨルダン川西岸地区っていうふうにこう地図で示されて。はい、まあ、大体面積、日本の三重県ぐらいっていうふうに。思う 持ってもらえれればと思うんですけれどただやっぱりこう自治区っていうふうに一応言われるんですけれども実質そのパレスチナ自治政府が行政だったり治安の両方の権限を持っているのはたいその西岸地区の中でのまあ多くの地域がやはりいまだにまあ占領者側であるイスラエル側が行政と治安のこう権限を持っている。 10月の7日にガザへの侵攻が起きる前から状況はひどかったんだよとううおっしゃる方もいるんですけれども、はいうん、やはり特にその、まあ、締め付けが10月7日以降、うん、まあ厳しくなっているなという、うん、そういう肌感覚を持つ方も少なくなくかったですね、うんえー、番組ではあのあれです、ね、現地に行った時の音声を、えー、お届けすることになっております。あの それには銃撃なども含まれてるんですか？あ、そうですね。あの私たちがあのこのユダヤンガ西岸地区の中で、まあ最初にあの長くあの比較的長く滞在をしたのがその西岸地区の中でもこう北側に位置しているジェニンという町なんですよね。でその中にこう難民キャンプがあるんですけれど、ちょっとだけあの難民キャンプのこう話をすると。 歴史を遡るんですが1948年に、うんまあ、イスラエルがあのこの地で建国をされますよね、はい、でここでこう建国をしますというふうにこう言った地域というのは、うん、何もこう人が全くいないこう空洞に 国ができたというわけではなくて、はい、そこにもともと暮らしていたパレスチナのこう人たちがいて、うんうん、でそのイスラエルが建国されるその家庭の中で、うん、もう自分たちのこう故郷が暮らせなくなったその中で虐殺が起きたり戦争が起きたりということもあってそういう人たちがこう土地を追われて、うん、それこそこうガザ地区なんかは人口の7割がその時に土地を追われて難民とならざるを得なかった人たちだったり、はい、その子孫って言われているんですね。 複数のたくさんの,こう、まああの難民キャンプと呼ばれているところがあって、うん、で私たちが滞在したのがジェニー難民キャンプ、うんうん、でここは、うんまあ、区分で言うと本当であれば、うんうん、西岸地区の中でも パレスチナの自治政府が治安も行政も両方握っているはずのところなんですけれども最近はこう民家にこう自分たちのこう治安維持のためだというふうにまあイスラエル軍がもう突然まあ襲撃してくるということがあの特にこう頻回になっているという,こう地域ですね私たちがその滞在をし始めた初日の夜にまああのお家に泊まらせてもらっていたんですけれどもで夕飯を食べてで少しあのお茶とかこうコーヒーを飲みながらお茶 しそろそろ寝ようかなって言っていた12時半ぐらいに。うんうん サイレンが鳴り始めて銃撃戦が始まったっていうそういうところの音声を今日は用意させてもらっていまねえちょっとこういうことはんか聞き心にねちょっと傷を残したりするんで今からそこの音声をお伝えしますけどもねびっくりしちゃう方もいらっしゃると思うんですけれどもなのでちょっとサイレンが鳴ったり銃撃の音が。 なりますよ響きますよということは事前に皆さんにお伝えしておきたいと思いますさあそれでは早速ですけど、えー、音声の方お願いします え、県民にもお悩みに書いています、えー。サイレンが今夜中の12時40分を回ったところですが。サイレンが鳴り響いています。えー、難民キャンプの入り口にイスラエル兵が来たという情報がお家に入ってきました。はした。えっとこちらの時間で午前2時7分を回りました。 ドローンの音とともに銃撃戦と思われる音がかなり激しく響いています。こうした音が響き始めてからもう1時間半が経っていますが、かなり近く、しかも激しい音が現時点で響いています。 今、ドローンの、ね、ブーンと音聞きましたけどそうですね。上空のブーンという音はドローンの羽音で、うん、あの音は朝の9時ぐらいまでしてましたね、うん、ものすごく嫌な感じの音なんですけれども。 でまあ、あのちょっとどういう形であの攻撃していたのかということの,、うん、あの目視が、うん、あの難しい部分もあったんですけれどもこの日あったかどうかというのは分からないんですが、うん、やはりドローンによる爆撃というのもこの間頻発はししてきましたね最初に長いのがサイレンじゃないですか。あれれがっったらあの攻撃されるっていうの あのあいつなんですかそうですねイスラエル兵が来たぞっていう,こうサイレンなんですけれども<ー>ただご家族が察知したのは実はそれよりもっと早くって<ー>あの皆さんやっぱりもう,もうライフラインなんですよね SNS でのこう情報交換が。<ー>であのサイレンが鳴るよりも早く、まあ、例えばあの親戚同士とか<ー>あの街の人同士のこうグループチャットで「兵士来た!」っていう,こう情報がすぐに入って<ー>ざわって家族がなって その、まあ、瞬間にサイレンが鳴り始めたっていうところでしたねでもそのサイレンが鳴った時に、うん、そちらに住んでるうちとかあなたのいらっしゃったとことか、うんはい、それのサイレンでどう,どうしたんですか もうでもあの、まあ、特にその男性たちがあのターゲットにこうされやすいので、はい、お前、テロリストじゃないかという,こう疑いをこうかけられやすいので男性たちがちょっとまあ身を隠したりということはありでも、もうどこにも生きようがないので女性子どもたちはそのまま,のま,まこう家に残っているというところじゃあ、もしかしたらそ,そこを空爆されたりしたら。 結構被害が大きくなりますね。そうですね。あの、うん、空爆されないまでも、私、うん、たちが実はその止まらせてもらうこう直前に、はい、同じご家族のこう家に、はい、兵士たちがもう土足でこうバッとこう踏み込んできたということがありまして、ももうシーツとかマットとかもぐちゃぐちゃだったそうなんですよね。うん、で、そのまあ、ご家族の中でいつかこの難民キャンプをこう抜けて自分のこう子供をもっと安全な場所でこう暮らせるようにっていうふうにこう、うん、一生懸命こう仕事して、うん、貯めてきたお金を、はい 全部取られたそうなんですね。その先に、踏み込んできた兵士たち。そうなんです、そうなんです。目的がなかね。そうなんですよね。あのさっき音声聞いていただいたあの夜も結局どこが重点的に攻撃をされたのかというと、まああのキャンプの近くにある両替所だったんですよ。でイスラエル軍としてはいやこれテルの資金源になるかもしれないからっていうことが建前なんですけれども。 地方会場にお金あるのは当たり前ですよね。はい、で、お家にだって、まあ、皆さんその銀行信用できないっていう人はお家にこう、まあ単数貯金のような形でこう貯金をしてますし、そこにお金があるっていうことって何も不自然ではないですよね。ちょっとまあ言葉を選ばずに言えば、あの強盗と何が違うのかっていうことが正直区別がつかないという状況で。 まあ例えばその日本で強盗にこう入られたとなったら警察に行ってで被害届を出して取りラペがなされてまあ場合によっては加害者が裁かれますけれどもそれがでできなない環境なわけですよねだって本来こうまあ救済してくれるはずのこう警察などがむしろ襲撃してくるこう側になるかもしれないという,こう環境ですと誰も守ってくれない。 えそのお金取れるって通貨っていうのは、はい、そうかどこでも通用するってイスラエルじゃなくてガザの中で通用する通貨 そうですね、通貨はイスラエルはシェケルという,こう単位を使うんですけれども、うん、1993年にオスロ合意という,こう、はい、合意がなされて、うん、まあこれからこうお互いの存在をどうしていこうかなどを、まあ、本当にこうざっくりとしたこう取り決めがなされたんですけれども、うん、これからじゃあ,あの少しずつ自治をパレスチナでもこうやっていこうかなんていう,こう話し合いの中でも、うん、独自の通貨が認められなかったんですよね。はいはい、なののででパレスチナ自治区で使われているのも というこう通貨単位で、はい、でもまあ例えば私たちもこうドルとね、こう両替したりということもこうしますし、まあ両替所は各町にはありますね。自分たちには使ってるのはそのイスラエルとじゃあ同じ通貨ってことになりますか？あ、そうですね。うん、あの紙幣としてはあの単位としてはそうですね。うん、常にサイレンを気にして暮らさないとじゃあもう、うん、いけないですね。もちろんね。そうなんですよ。それがやっぱり。 いつなるのかいつ自分たちのところにやってくるかわからないっていうところに、うんねまあ、不気味さがありますよねすあっちのあちこちに見聞みたいなところもあるんですか<あ>、うん、それもあの本当に大きな問題で、はいまあ、移動をこ,うこの西岸地区の中でするっていうのもうかなり困難ですよねその、うん まあ結局その日どこの通りが通れてどこに検問があるのかっていうことがわからないわけですよね。でその検問が最悪まあ封鎖されていたりもするので,、はいはい、で封鎖をされるとこうまあ仕事に行けなかったりしますよね。はい、で本人のせいじゃなくてもこう仕事に遅れるとじゃあもう明日から来なくていいよっていうふうに解雇されるかもしれないですしまあこれまでもこう頻繁にこうあの起きてきたのは救急車さえ、うん その検問でこう止められてしまってまあそこで例えばこう急病人の方が亡くなってしまったりあるいはその出産をこうするという,こう妊婦さんがまあ救急車で運ばれるところででも検問でこう止められてしまって母子ともにこう亡くなってしまうということもまあこれまで起きてきたことですしでそうするとやっぱりこう生活とか経済がこうずったずたになりますよね。 暮らすことができない場所にこうしていくっていうことがやはりこうまあ占領のこう不条理であり、うん、まあまあ検問所とそこが通れなくなったりもしますけど、うん、その検問所で引っかかってしまう人っていうのもいるんですか、うんうん、あそうですねあ何かしらのこう、まあ、恣意的な疑いをかけられて、まあ、拘束をされる人もいれば最悪そこで撃たれたりするそこではい、えー そういうことっていうのはもうこれまでずっとこう頻繁に起こってきたことなのでだからやっぱり検問所まあ私たち乗り合いタクシーなんかでこう移動していてまあ中で皆さん地元の人たちと一緒にこう移動していくんですけれども検問が迫ってきた時のこう緊張感ってすさまじいものがありましたもうピリッとしてで検問に抜ける時にまあそこにいるこう兵士たちっていうのはこうイスラエルは 徴兵制がありますから18歳19歳男女ともにそういう年齢で徴兵されて、うんうん、でそこでやはり、まあ、検問にあたるこう兵士たちが、まあ、パレスチナ人を通すか通さないのかで拘束するのかしないのかっていう,こう大きな権限を持つわけですよね。でなんとか通れるよううににっていうことで本当にこう まあ顔が引きつってるんですけれども皆さん運転手の人たちが検問でもう精一杯のこの笑顔をこう作らなければいけないそれはそれですごくな胸の締め付けられるこう光景なんですよね圧倒的なこう不平等とか権力勾配の中で生きなければならないというお話か受けてるというと普通の検問じゃないよね。ですね。 あの食べ物とかはそのおうちに、ね、あのいらっしゃったって聞いたんですけどその皆さん食べ物とかどうしてるんですかあそうですねあの私たち もう気を使わなくていいよっていうふうにこうお話はするんですけれども、はい、まあ文化的に非常にこうお客さんをこう大事にする文化なので、うん、あの私たちがいる間は例えばこう朝ごはん買ってくるねっていうふうにいろいろ街のパン屋さんがあったりですとかそういうところはあるんですけれどもただ 普段のこの生活はあの2食3食食べるっていうことが非常にこう困難でうそこはの小さいお孫さんたちもこう色うちなんですけれども大体もう1食をどか食いしてそれで1日持たせるっていう生活を続けてるというふうにはうかがいましたね。<ー>えとそれはあのいらっしゃって取材したところはジェニンの難民キャンプでいらっしゃいますね。はいそ 難民キャンプの中には、まあ、どんな状態っまあ、1万人以上の人が暮らしていらっしゃいますよね。ねはい、そうですよね。うん、あの1万4千人ぐらいの人たちが、あのそこでこう暮らしているということなんですけれども、マチェリンってあのちょっと丘の上にこう急斜面にキャンプっていうと皆さんこう。ああ テントとかを想像されるかもしれないんですけれども、もう故郷を追われて80年近くが経つ人たちなので、うん、まあ、コンクリートのこう。小さな王子がこうひしめき合ってるって言うところを想像してもらえればと思うんですよね。ただ、あのまあ、例えばその貧困率も高いですし、それに加えて、先ほどのそのイスラエルのこう。兵士たちのこう。襲撃っていうのは、はい、お金を収奪したりっていうところだけにとどまらず、はい、あの道路を例えば。 掘り起こしてその中にこう取っている下水管とか水道管をこう破壊していくっていうところがものすごいたくさんあったんです。えー、でまあ歩いているとあれなんか似合うなと思ったらあ,あそこの下水管も掘り起こされて破壊されているっていうところがあって。 幸い私たちが滞在しているお家はなんとかその給水をしたばかりで今のところトイレ流れる大丈夫だよっていうお家だったんですけれどまあ中にはそのこう被害を受けてまあ水道水が出ませんとかトイレ流せませんとかあのそういったお家も目立つような環境でしたね。いららっっしゃったのが12月のののが月日からって、えー、気候ですけども、えー、この時の例えばそこの ジェですか気候状態ってそうですねあの西岸の中でもちょっとこう高い標高が高いところもあればそうではないところがあってジェニンはまあ比較的比較的ということですけれども暖かくはありましたねもう少し標高が高い町ですとものすごく冷え込んだりするんですけれどもなので例えば 私が取材で伺ったおう家なんかはイスラエル兵たちの襲撃を受けて窓ガラスが割られてしまっているそうすると暖を取るにもお金がかかりますよねそうするとやっぱりとても寒い冷たい風が吹き込んでいるような部屋で子どもも大人も過ごさなければならないというご家庭もありましたね夜もそうですはずいぶん冷え込みますしね。 現地は今なんかいらっしゃった時に雨季だって伺ってましたあ。そうですね。雨が多いです。うん、あの、うん、このやっぱりこう冬と雨季がこう重なるっていうところが、また厳しさにこう多いちをかけるといいますか？ まあそれこそ私はあのガザ地区にはこう長らく行けていないんですけれども2018年以来行けていないんですけれどもまあガザのこう友人たちとはこう頻繁にこう連絡をこう取り合っていてでそうするとやっぱりね逃れてきた人たちがほったてごののようなところに住まざるを得ないでもそこがこう雨にさらされてぬかるんでしまって体を横にできない衛生状態も保ってない,っていううなのであのヨルダン川西岸地区は西岸地区で今お話し してきたように、はい、まあ非常にこう厳しい状況なんですけれどでもやっぱり出会う人出会う人皆さんおっしゃるのは「我慢しなきゃ」だってガザの人たちの方がもっと大変だからっていう、ね、あ,いやあなたたちの状況は状況で大変なんですよっていうことはお伝えするんですけれど、うん、いやまだ食べ物があるまだやっぱりこう横になれる場所があるガザの人たちよりマシだから我慢しなきゃっていうふうなことをおっしゃる方も多かったですね。うん まあインフラも整ってないでしょうしうそういう場所で取材をなさって安田さんは、まあ、全部の印象そして世界はここをどんなふうに思ってほ思って欲しいというかねえ。 いいいいろんななこととをお考えになっていると思いますけどそうですねあの現地であのそれこそ、ね、パレスチナ人のこうジャーナリストなんかが命がけでこう取材をするわけですけれども、うんまあ、彼にこうまだ若い私よりも10歳も若いようなあのジャーナリストの方でしたけれど、まあ、すぐに言われたのがこう日本を含めて国際社会はどうして70年も80年も沈黙をし続けているのか。 何何がが間違っていて、いい正しいのか、こんなにも明らかなのになぜ沈黙をし続けるのかっていうことをこう問われたんですよね。で今お話ししたような、まあ、ガザのようにこう連日空爆が起きているという,こう環境とは違うので、うん、もしかするとこのヨルダン川西岸地区での起きていることっていうのは目に見えにくいかもしれないですけれどもやはり自分たちがこうあの 毎日のように出かける家族に今日検問所で撃たれませんようにっていうふうに祈りながらこう家から送り出さなければならないで出かけた家族は出かけた家族で今この瞬間に自分の家に兵士が踏み込んできませんようにっていうふうにこう思い続けなければならないううそういう不条理を少しずつでもこれを聞いてくださっている皆さんには想像していただけたらなとは思いますね。アメリカは まあちょっとイス,イスラエルよりな政策を取ってます、うんえー、日本もどうしようかみたいな感じで言いますけど、うん、ここのところは何かご意見はありますかあそうですね、うんあのー 現地でやはりこう取材をしていてもその構造自体にものすごくこう怒りを持っている人たちはいましたねこうまあイスラエル政府もこう問題だけれどもそれにこう歯止めをかけないどころかまあむしろこう後押しをしているアメリカにもものすごいこう怒りを感じるというふうにまあ語る方はこう少なくなかったですしまあ彼らがこうそう怒って当然の構造というものをこうアメリカ側もこう作り出してきているその責任は私は重いというふうに思いますね。 営業所で2万6千人の人が亡くなっていると、まあ、実際にはもっと多いと言われてますね。しかもその中には子供が半分近くいるっていう状況ですね。ねやっぱりし、まあこれ紛争がこうアメリカのやり方なんかでいくとなんか拡大していってるようにも見えちゃうんですけどね。やっぱりもっとここは本当にね。う 西岸地区も今伺ったら、まあそこら辺は、ねはい、もうちょっと緩やかだと思ったら今のお話じゃ全然そんなことなくて検、うんまあ、問はあるわ、まあ、イスラエルの兵士が平気で乗り込んでくるわ、まあ、そっちもひどい状況だっていうことですよね。そうですね、うん、なので、まあ、アメリカだったり、まあ、あの欧米のこう国々のこう中にもあくまでもこう自分たちはイスラエルのこう、まあ、自己防衛自衛の権力を支持するんだという,こう姿勢をこう まあ崩さない国々というような大国の中にありますけれども、うん、やはりこう何度でもこう確認をしなければならないのは、はい、自衛の権利というのはいくらでも誰でも殺していいい権利でではないですよねそこにこう立ち返って日本政府もどうするのかっていうかじう切りをしなければならないと思いますよね現地はねもうお話を伺っているだけでも現場はもっととんでもないだろうね寒いしね。と思いますね。うん え時間もなくなってまいりましたが能登の,のことも伺わなくちゃいけないと思うんですけどもに、うん、にもお入りになったあそうですね 1>,、うん、あの1月の19日にこう入ってきて本当にまだまだあらゆるものが足りていない、まあ、物資もこう届いていないところがありますしそれをこうさばいたりですとか、うん、細やかにフォローアップするだけのこう人手も圧倒的にこう足りていないというところなので。うんはいはい まあ皆さんこう一応、支援者の人たちがおっしゃるのはこれは時間がかかるということでまあ今、本当にこう一時的にこう光を当てるのではなくってまあメディアの側もこう継続的に見ていかなければならないと思うんですが私、1月1日にパレスチナにまだいて本当に現地の人たちにたくさんお見舞いの言葉をいただきました大丈夫か、ってなんか自信あったんだってって。 もうそれこそこう取材で出会ったウクライナの人たち、うん、シリアの人たちあなた大丈夫あなたの家族も大丈夫、うん、ってメッセージが届きちょっと通信環境が安定していないので少しタイムラグがありましたけれどもガザからも友人が、うん、あの地震あったんだって大変だったねガザから何もできなくてごめんねっていう。 メッセージをなのです、うん、でもいろんなこう断絶がある世界ですけれどもこうやってこう足元から少しずつ国籍国境を越えて連帯を広げるっていうことが人間にはできるはずなので、うん、ま,あまだ、ね、2月になりましたけれどまだ1年始まったばかりなのでそういう連帯を、ね、広げられるような1年にできればと思いますね。うんうんうん 農との問題も今日ちょっと冒頭でお届けしたんですけども、うん、まああれですね漁業の問題農業の問題、うんえー、工業の問題、うん、全部がまだ滞ってるっていうお話をさせていただきましたけど、うん、まあそれをまあ今聞いたらね、うん、イスラエルの、ね、じゃあパレスチナの方がご心配してくださってる。 ね、本当でも、すごい、そういうところ、状況を言っていただかないと、正直わかんないけど、まず。安全で、こうやってね、変えられたことがすごい。ねうん、はい、声を届ける機会をこうしてくださって、ありがとうございました。ね、皆さん。最後に、あの、安田さんから、お知らせありますか。はい、あの、今日、お話ししきれなかったような現地の取材は、私たちダイアログフォーピープルという、あの。メディア N. P. O. として、あの、活動しているので、あの、そちらのサイトなど、あの、ユーチューブなども、こう、ぜひ、あの、聞いていただいて。知り 思たいなという輪を少しずつでも広げていただければと思いますはい、うん、ありがとうございますぜひ皆さんね、うん、あの調べてみてください、うんえー、今日のゲストはですねやす、えー、安田夏樹さんでした、うん、どうも本当にありがとうございました、うん、ありがとうございましたありがとうございます